しゃっくりの原因というのは横隔膜をはじめとする呼吸に関わる筋肉が無意識に収縮してしまう、急激な収縮をすると息を吸い込んでおるんですね。その時に閉鎖した声門部に吸気がぶつかると特徴的な音を反復するというふうに考えられています。しゃっくりの止め方、これ実はたくさんあるんですけれども、舌を舌ですね、舌をガーゼなどで持って強く引っ張る、あるいはスプーンで口外水、喉チンコのところですね、これをこう上に押し上げる、氷水でうがいをする、迷走神経への刺激法として外耳道を指で強く圧迫する、いずれも数分間にわたってされている方がこれは不快だなと感じる程度の強さで行わないと効果が期待できないと考えられています。頑張らないといけないんですね。息を大きく吸い込んでそのまま止める、他には眼球をこう圧迫することも、前かがみで胸を圧迫する方法